おはようございます。レイです。3月24日金曜日の今日はホスピタリティデーです。日本ホスピタリティ研究会が1994年に制定。これ数理的にね、3は新しいものを作り出すエネルギー、創造、自己表現等。2は調和とバランス、思いやり、協力、理解力、人間関係を象徴しておりまして、4は全体を作り上げる基礎を表す数とされ、3、2、4はホスピタリティに関連性の高い要素が多く含まれていることからこの日に制定したそうです。思いやりのある社会を築くためにホスピタリティを意識的に実践する日。ホスピタリティとは接客、接遇の場面だけで発揮されるものではなく、人と人、人と物、人と社会、人と自然などの関わりにおいて具現化されるものであります。詐欺の競技では、人が人に対して行う、いわゆるもてなしの行動や考え方について触れておりまして、これは接客、接遇の場面で使われるホスピタリティのことであります。主人と客人との間でホスピタリティが行き交うが、それは一方通行のものではなく、主人が客人のために行う行動に対して、それを受ける客人も感謝の気持ちを持ち、客人が喜びを感じていることが主人に伝わることで、共に喜びを共有するという関係が成立することが必要です。すなわちホスピタリティは両者の間に相互満足があってこそ成立します。つまり刺客の両方がお互いに満足し、それによって信頼関係を強め、共に価値を高めていく競争がホスピタリティにおける重要なキーワードなのであります。そして行為の定義では、ホスピタリティが主人と客人の二者間の話にとどまらないことを言っています。社会全体に対してその構成員である人々がホスピタリティの精神を発揮することで、相互に満足感を得たり、助け合ったり、共に何かを作り上げることができ、それによって社会が豊かになっていくという、大きな意味でもホスピタリティは重要であります。ホスピタリティは一般的にはサービスを提供する企業と、それを受け取る顧客との領域で論じられることが多いんですが、決してそれだけにとどまらないんです。例えば企業活動において、顧客以外のステークホルダーである従業員や、地域社会に対してもホスピタリティを発揮することが大切で、それによって社員の働きがいを高め、社員同士がチームとして創造性を高めたり、地域社会との関係性を高めたりすることで、好ましい経営環境を作り上げることができるということなんですよね。まあ、ホスピタリティというね、言葉にしてしまうと、ちょっとね、難しいかななんていうふうに感じられる方もおられると思います。例えばね、これをね、昔の地域性とかね、地域のコミュニティっていうものにね、当てはめてみると、納得できる方もね、いるんではないでしょうかね。まあ今はね、特にね、都会に住んでおられる方は、こういった地域のコミュニティというものが、なかなかね、成立してないなんていう話も聞きますけれども、それではね、友人同士はどうでしょうか？学校の仲間はどうでしょうか？そういうところに視点を置いてみるとね、このホスピタリティということもかなり身近に感じられるのではないかなっていうふうに私は思うんですがね。それでは皆さん、今日も良い一日を。